サブロー、思考の木を育てろ。大丈夫、俺がついてる。なんだこの体の痛み。意識を失ってたのか。ここはどこだ。くそ。いや、焦るな。落ち着いて思い出せ。おいおい、これは何かの冗談か。何も思い出せないぞ。こんなわけのわからない状況で記憶まで失っちまったのか。どうしてこんなことになってる。ポケットから何か落ちたのか。慶神宮寺。これは思考の木を育てる。あの声、言葉、俺は覚えている。はあ、意識を集中させろ。たどるんだ、記憶の断片を。参ったな。どうしたの？さてさて、どうしたもんかな。亡くなったって。泥棒？そんなにのんきなの？ああ、いい。それよりさ。どうって。サブローが言うなら電話するぞ。聞かせろよ、サブローの考えをさ。無理だよ。諦めんの早えよ。で、どうなんだ。やってみるよ。そうこなくちゃな。なんだかわかるか。果実？何の話？聞かせてくれ。果実ね。木にかける。
いいぞ、正解だ。俺はな、真実を得るために、思考の清さ。
冊っと。本がいっぱい。そうだよな。ドア。出入りする。だよな。閉めたり当たり前だよな。窓だよな。情報を集めるんだ。ほら、深呼吸してリラックスだ。よし。探したのかな。
味に見えるな。仕事の書類、何が書いてあるかさっぱり。こんなところにも。すごい泥棒だな。そんなことできるかな。聞いてみるか。そうだな。そっか。
さそうだな。さ、はてどこだったかな。変じゃない？どうして気づけたんだろうね。そうかもね。大人だからね。そう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 なんだよ。隠してる？お宝ってどこに？確かめてみよう。お、気づいたようだな。じいちゃん、聞いてみるとしよう。ではまず、言ってたよね。つまりさ、それに、だから、そうだな。この線は。ちゃんと聞いてる？いいかな？可能だと思うか？ここって難しいと思う。でも登ったら？そうだね。だからさ、まあ、だとしても、
んはさ。そうだな。だったよね。だと思うんだ。そうだな。つまりさ。なるほど。泥棒なんていなかった。そうだな。俺もそう思う。よくやった。では電話はやめておこう。で、どう？お宝か。すでに気づいているんだろ？新たな真実の果実に。新たな真実の果実？真実はすぐそこだ。新たな真実か。そういえばじいちゃんが何も教えてくれなかったな。はぐらかされちゃうしな。聞いてみようかな。
イターだ。なぜだ。じいちゃんが。だから。やっぱり合格だよ。お前に譲るよ。やった。え？待ってよ。まさか。その通りだ。ちょっと。想像以上だ。じいちゃんの方が。あれ？いいの？そもそも。私も大切なものだから。そっか。それに、論より証拠。そう怒るなよ。俺からのプレゼントだ。中身は大人になってからな。んだよ。でも望むところだ。これからは最大のライバルだな。うん。けど忘れるな。当たり前でしょ。ありがとうよ。それでいつかは。何？いや、なんでも長生きしなきゃってな。そうだよ。そうだな。うん。ところで、どうした？俺を騙すために。おい、失礼だぞ。どこがぐちゃぐちゃ風だ。嘘だろ、じいちゃん。サブロー、その目はやめなさい。そうか。だよな。落ち着かないとダメだってじいちゃん言ってたもんな。